あ、トウキユージピロピロ下里はい、大変よろしくお願いします。しゃあ危ねえ、タンが絡むところだったぜ。みんなおじさんですからね。さあ、というわけで、今回は企画ということで真ん中に座ってるピロンピロン下里がお話しします。よろしくお願いします、うん、めちゃくちゃ恐ろしい怖い話をさせていただきます、ですね、もう15年前ぐらいなんですけど、僕がまだ20歳、21ぐらいの時にもう国際通り、那覇市にある国際通りを一人で深夜2時ぐらいですかね歩いておりまして、その時に国際通りといえばまあ観光の方とか海外の方とかまあいろいろ歩いてる地域、そこを僕は一人で歩いておりましたところですね、まあ身長多分180センチくらいあって、まあ僕よりもはるかに太っていて、欧米の、女性の方、いやこれは幽霊だったとしても周りも見えてるだろうっていうぐらい存在感があったんですけど、うん、その方と目が合った瞬間にですね「プリティボーイカモン」えプリティボーイカモン「ヘイベイビーフェイス」「ベイビーフェイス」あんまりにも怖すぎて僕は引き返した、そういうお話。キャーじゃないよ。もう通り過ぎることすらもできずクラブの前で。まあね、昔はねよくいらっしゃってましたから、クラブもいっぱいあって国際通りに。そうですね、海外の方もう基地で暮らしてる方とか、その基地の暮らしてる方の、まあ、彼女さんですとか妻の方が、うん、週末はねそのこっちに出てきて夜はクラブとかで遊んだりとか結構頻繁にやってから15年前とか。ただ何が一番怖いって、この顔でベイビーフェイスなんかい当時しかもねここまで太ってらっしゃらなかったから。そうですよね、15、16年前。プリティボーイですよもう食われるしかないと思って10歳からその日まで言われたことないよかわいいねーって。小さい頃から言われた記憶なんてないのに、そんな僕をプリティボーイベイビーフェイスゾウ。いやゾウだよそれは違う意味怖っしかも昔の下里さんってその学生時代陸上やってたりしたから結構筋肉もありました。まあでもその時はもうすでにまあ75キロぐらいはあったと思います。むしろ細いというか、はい、そんなに筋肉質なイメージはない。そのちょっと後ぐらいに俺は知り合ってますけど、この事務所に入ってきた時が61キロぐらいで、その時は多分もう75ぐらいはあったような気もするんですけどね。で85、95、110と。で、今98重ねてちゃんと成長してきました今スーパープリティボーイになってる一旦上を見てこれもう本当にその後からもう何年かお気になんですけど、いまだに顔ははっきり出てこないけど、はい、夢の中でこの女性にまた呼ばれるみたいなのがあって、結構トラウマを抱えてるめっちゃ恐怖体験じゃないですかもう夢の中で玄関開けた瞬間にこの女の人怖いってみたいな怖い怖い怖い。いやもちろんね優しい人もいますけど、はい、この海外の方やっぱりそもそもねフィジカルというかあれも違うから、やっぱこっちは恐怖を覚える時があるというか。昔高校生の時に修学旅行で初めて東京行って、渋谷行こうぜっつって行ったんだけど、もう本当にさっきの怖い話じゃないけど、めちゃくちゃ体格のいいその黒人さんというの方に腕バーン捕まって「テイカンバイテイカンバイ」って言われてマジでびくともしないわけで、「はっは」ってなりながらもう連れて行かれた、なんか地下のめちゃくちゃうさんくさい洋服屋さんみたいなところに連れて行かれて、T シャツ1枚2万ぐらいで売りつけられそうになって、怖っ怖っってああない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 っつってバーって逃げたことあって、もうまずパワーが違うから恐怖でしかない。2万1枚2万、絶対パチモンのブランド絶対誰も買わんやつを。まだシュプリームが売れる前なんじゃない？違う、シュプリームでもなかったシュプリームのパチモンでもなかった。シュークリームだったのかな。違う違うシュプリームのパチモンでそういうのあるかもしれんけど、そうでもなかった。ちょっと待ってね、いや C じゃんウリキーボーイドラマを呼び起こさせないでくれかわいいな。はい、まあという話ですね。いかがだったでしょうか。言葉が通じないだけに怖いよね。まあそういうのもあるね。はい、というわけで、ピロンピロンの今のお話が良かったなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンと通知オンまでぜひよろしくお願いします。お願いいたします。ではまた次回、逮捕でさよなら。また見てねー。